ゼニ平時取物控え。野村古道。富久寺聖団。一。親分はいらっしゃるまあ、お品さん。しばらくね。さあ、どうぞ。取り継ぎのおしずは、手を取らぬばかりに、石原のリスの娘で、 年まっぷりの美しいお品を生じ入れました。何お品さんそれは珍しいね。近頃兄貴はどうなすったんだ銭形の兵士もこの鎮客の声を聞いて、慌てて浴衣の肌を入れながら出てきました。妙に蒸し暑い日、発作はとうに過ぎましたが、 江戸はなかなか鈴風の立つ様子もありません。親分しばらく。実は少し知恵を拝借したいことがあって伺ったんですが。お品は座布団の横へ少し固く座りました。まだ肌歳を越したばかりの水の滴るような美しさですが。 一度出戻りになってからはすっかり諦めきった姿で、近頃は、とかくすぐれない親父のリスケを助けながら、大勢の子分を指図して、お神から預かったじってとり縄を恥ずかしめないだけのことをしているお品だったのです。知恵や金はあるわけやねえが、おしず、到来者のスイカがあったら、あいつはきれいごとじゃないが、 喉の乾いた時はよかろう。お品さんに切ってあげな。あれ、私はもう冷たい水で結構。おしずさん、かまわないでください。肩びらの涼しい着こなし。炎天の昼下がりを本所から神田までやってきて、大した汗もかかない人柄が懐かしまれます。ところで、頼みというのは何だい、お品さん。 お品さんに頼まれるのは、たぬきばやし以来だが。親分、その説はどうも。いや、お礼には及ばない。足でできることなら何でもやってあげたい。実はね、お品さん。ひと月ばかり目からちょいちょい足のところへ変な手紙が舞い込むんだ。お品は言い出しそびれて、平時の顔を眺めました。 江戸中の何万という人が騙されているのを知らないか。平時の馬鹿野郎、とね。これが手紙の文句だ。平時の馬鹿野郎は言わなくたってわかっているが、江戸中何万の人が騙されているというのが気になってならねえ。一生懸命考え込んだが、思い当たることが一つもないばかりでなく、あいにくなことに、この説は世間が無事で、日本橋から考大かけて、かっぱらい一つねえ始末だ。 何か変わったことがねえものかと、実はこの間から考えていた矢先なんだ。まあ。そこへお品さんが飛び込んできたのは、全くカモがネギを背負ってきたようなものさ。ははは、気を悪くしてくれちゃいけない。とにかく、何か仕事がないと、俺は退屈で叶なわなくなるんだ。知恵やスイカで済むことなら、どんなことでもやるよ、お品さん。 容易に人を縛らぬ銭型の兵士がこんな戦闘的なことを言うのは、妙な手紙に苛立っているためでしょう。そうおっしゃられると決まりが悪くなりますが、大変なことができたんです。親分聞いてください。こういうわけ。 お品のうちのつい近所に住む、お生という素性の知れない豊島女がいきなり今朝飛び込んできて。石原の親分、ちょいと来てみてください。大変なことが起こったんです。目の色を変えて言うのです。折屋しく、リスケは持病で、昨夜から枕も上がらぬありさま。娘のお品は、おかっぴきの真似をするわけではありませんが、 ともかく言ってみると。お品さん、お前さんは親分より見込みが確かだって評判だから、ぜひ探してくださいな。私の大事の大事の、命より大事の手箱がなくなったんだから。命より大事の手箱という以上は、男の手紙とかへそくりとか、独身女相応のものが入っているだろうと思って聞くと、それは大違いで。 中には海雲寺様の富くじが一枚入っているんです。鶴の1234番の札で。他には他には何もありはしませんが、その富札が当たると千両になるでしょ星名さん、どうか探し出してください。あれがないと、私は命がなくなるかもしれない。あまりのことにお品も面食らいました。 富くじの札が当たればこそ千両ですが、それは何万枚に一枚の幸運を担った札で、あとは紙くずの足しにもなりません。お生さん、諦めなすったらそんなものを取ったって何にもならないし、手に戻ったところでしようがないじゃありませんか。い,いえ、あの札は並大抵の札じゃない。どうしようね、お品さん。 おせいは少し気が変になったのではあるまいかと思われるようでした。うちではあの通り休んでおりますから、神田の平常親分でも頼んできましょうか。お品は持て余してそう言うと。とんでもないお品さん。私はあの平次とかいう男は大嫌いさ。どうか呼ばないでください。そういったありで手のつけようがありません。 なおものぼせ気味のおせいをなだめて聞いてみると、泥棒は明け方入ったものらしく、おかって口をこじ開けて、おせいの枕元から金から川の小さい手箱を持ち出し、路地で打ち割って、その中の富札だけを持って逃げ出したというのです。富札を買って気の違った人や自殺した人もある時代ですから、 それだけなら別に大した事件でも何でもないのですが、おいに連れられて、半長ばかり先の小綺麗な下田屋を訪ねたお品は、そこで思いもよらぬ大変な事件に出くわしてしまったのでした。早い話。二人の美しい女、おいとお品が、本所中の人目を引きながら、 同じ町内のおいの内までたどり着いて、抜け裏の奥の格子堂を開けると、いきなりプーンと鮮血の匂い。あっいくらか物慣れたお品が真っ先に飛び上がると、入り口の四畳半に下女のお虎が明けにそんで倒れていたのでした。引き起こしてみると、 後ろから鈍い重いもので後頭部をやられ、頭の皿を打ち割られて、物をも言わずに死んでしまった様子です。すぐさま町役人にも知らせ、お品の父のリスケは病中で、二三の子分が駆けつけましたが、何分目先の見えるようなのは一人もありません。うっかりすると機会を失って、 親の利助の手落ちにならないものでもあるまいと思ったお品は、そこから籠を飛ばして、神田の兵士を呼び出しに来たのでした。三。親分、この暑いのに本所まで行ってくださるのも大変でしょうから、一応知恵だけでも貸してくださいませんか。 私や子分たちには、どうにも見当のつけようがありません。お品の折り入っての頼みです。この娘の父親には、長い間白い目で見られた平次ですが、近頃はすっかり打ち解けた中でもあり、かつ病気で寝ているとあっては、じっとしていられる平次ではありません。それは底辺。 だいぶ奥行きのありそうな話で、ここから指して聞くような知恵を持っている柄じゃねえ。こうしようじゃないか、お品さん。これからおめさんと一緒に行って、ともかくその現場を一通り見せてもらって、何事もそれからということにしようじゃないか。そうしてくだされば、親分。まあ、拝まなくったってよかろう、お名さん。力になるのもなられるのもお互いのことだ。 おしず、支度をしてくれ。今晩は帰らないかもしれないから、ガラっパチの野郎が来たら、石原の兄貴の家へ来るように言っておくれ。平次は気さくに立ち上がりました。それから本所まで、熱い自分で尻をはしょって駆け出すわけにもいかず、か籠を飛ばして行き着いたのは、かれこれ昼頃。まっすぐにお姓の家まで行くと、 路地の外は黒山の人だかりですが、こうか不幸か、まだ検士の役人は来ておりません。寄るな寄るな見せ物じゃねえぞ蝶役人とリスケの子分とが固めて野矢馬を追っ払っている中へ、二丁のカゴは二匹のトンボのようにピタリとつきました。あ、お品さん、お帰りなさい。 神田の親分もいらっしゃいまし。古文たちは道を開けて通します。中の様子はさっきお品の口から聞いた通り、入り口の四畳半に血の海に浸った下女のお虎は、二十五六の欲の深そうな太り獅子の女で、あられもない姿でひっくり返っておりますが、引き起こしてみると後頭部をただ一打ち。 物の見事に打ち砕かれております。恐ろしい修練だ。へえ、親分。やっぱり武家か何か、野党の心得のある者がやったんでしょうか見張っていたリスケの子分が口を出します。いや、武家なら刀で切るだろう。これは金槌か何かで力任せにやられたんだ。手際のいい鍛冶屋か何かの仕事じゃないか と、平次。へえ。じゃあ、町内の鍛冶屋をしらみつぶしにあげてみましょうか。待ってくれ。そんなことをされちゃ物笑いだ。それより、お姓さんとやらはどこだ。そういう平治の声を聞いたものか。あら、銭形の親分さんでいらっしゃいますかとんだお骨折りで。次の間から顔を出したのは、 二十三子の、ちょっとすごいほど美しい女です。とんだ気の毒だね。平次はこの女に見覚えがあるような気がしましたが、どうしても思い出せません。それにしても、この器量でこの年配で、本所の奥に洒落た下田屋暮らしをしているのですから、いずれ物持ちのご家か 誰かの囲われか何かでしょう。お虎とか言ったね。この女をいつ頃から起きなすったんだい今年の四月からですから、まだほんの夜月にもなりません。よく気のついて働く女でしたが、かわいそうなことをしました。お姓は目をしばたたいております。細表の華奢な体ですが、 妙に日韓的なしなやかさがあって、何がなし人に訴える力の強い女です。ところで、夕べ何か取られなすったそうだな。ええ、つまらないもので、決まりが悪いくらいのものです。その手箱の壊れを見せてもらいましょうか。さあ、どうぞ。おせいは用意しておいたように、 素直に小さい手箱を持ってきてみせました。これは立派なものだ。本物の金から皮で張り詰めた見事な手箱ですが、たった一撃で打ち割られて、中の生地がめちゃめちゃに砕けております。うーん。平次はひっくり返して調べながら、一人でうなっております。 どうなさいました親分。何何でもないが。これだけのものをたった一口で砕くのは、どんな人間だろうと思っただけの話さ。ところで、取られた品はそれが、つまらないものなんです。富札とか言ったね。ええ。他にはないね。他に、お金が少し。へえ。 お品さんからはそんなことを聞かなかったようだが。うっかりしていたんです。後で気がつくと、小判と小粒を混ぜて、15両ばかり入っておりました。おせいは子供投げです。15両なら定金のうちだ。してみると、金が目当てだったんだね。そうでしょうか。富の番号は、鶴の1235番と思いましたが、 もう一度。鶴の1235番でございます。間違いはないだろうな。間違いはございません。平次が後ろを振り向くと、お品の目と旗と会いました。お品に聞いた番号は、確かに鶴の1234。この女の言葉とは、たった一つ違っております。 他のことなら違っても大したことはありませんが、富札の番号は一つ違えばどんなことになるかもわからないのです。お品の目は何やら雄弁に語りますが、平次は何を考えたか二つ三つ瞬きしてそれを封じたまま。海運寺の富付けは明日だ。その札だね。誰にともなくこう言います。 ちょうどそこへ、蝶役人に案内されて、剣士の役人が乗り込んできました。それを合図のように、女だてらにと思われたくなかったのでしょう。お品は人混みの中へ姿を隠してしまいました。4。お虎の里は、 火災の百姓。死体はその日のうちに親が来て引き取りましたが、下手人の見当はまるっきりつきません。お生というのは山の手あたりの物持ちの御家で、ママ子と折り合いが悪くて本所へ一人暮らしをしているということでしたが、近所の噂では、夜な夜な男が忍んでくると言っております。 多分近所の誰かが世話を焼いているのでしょう。いろいろ手を尽くして調べましたが、本人が口をつぐんで言わないのと、肝心の下女が死んでしまったので、突き止める手ずるもありません。その晩は葛西のお虎の親元、お生の本家と手を尽くして探しましたが、 何としても手がかりらしいものがつかめません。多分流しの押し込みが前の晩入って見入りが少なかったために、明くる日は下女一人のところを狙ってまた入ったのであろう。リスケの子分も近所の衆もそういったことで片付けてしまったものです。そんなはずはない。平次は一人思い悩みました。 引き返してもう一度おいの家を訪ねたのは、その晩の四つ頃。まあ,あ、親分、よくいらっしゃいました。寂しくて寂しくて、私はもうどうしようかと思っていたところでした。おいは手を取らぬばかりに引き入れます。いや、もうそうしてもいられない。 地潮に汚された畳を剥がして薄べりを敷いた四畳半の上がりが町に腰を下ろして、そう言いながらも、平次は腰のタバコ入れを抜きました。そうおっしゃらずに、親分さん、ちょいとでも入ってくださいませんか。ご町内には馴染みはなし、麹町の本家の者は不人情で寄り付きはしませんし、ほとらが殺されたり、押し込みが入ったりした後へ、 私はたった一人で死ぬほど恐ろしい思いをしているんです。おせいの言葉は、まんざら嘘でもなかったでしょう。華奢な胸を抱いてこういう唇が少し青ざめます。それはお気の毒だね。泊まってもらう人でも頼んだらどうだ。それが、親分さん。金づくでも腕づくでも、人殺しのあった後などへ泊まってくれてはありゃしません。 こんな時は、身内のものが欲しいと思いますよ。平次はいつの間にやら草履を脱がせられて、次の間の長火鉢の前まで引っ張り込まれておりました。女一人でこのような夜を過ごそうという、美しいお世に同情する気になったのでしょう。やがて道庫へ一本ざっと湯がいて。さ、親分。 まあ一つ召し上がるな。飲まない先から膝を崩したおせいは、はすっかけにこう小さいチョクを刺します。そんなにしちゃいられない。まあ、固いことをおっしゃらずに、少しぐらいはいいじゃありませんか。じゃあ、ほんの一口。平次はとうとうチョクを舐めてしまいました。ねえ、親分さん。 私本当に困ってしまったんです。それは困るだろう。いえ、親分でも泊まってくださらなきゃ、とてもこのうちで一晩過ごせそうもございません。ね、親分。冗談言っちゃいけないお姓さん。おめえさんはそれにしちゃ少し綺麗すぎるよ。ま、親分。ほどのいいこと。もうたくさん。俺はあまり行かないんだが、お姓さんの勧め上手で、 とうとうこんなに酔ってしまったよ。どれ、あもう一回り。平次は立ち上がりかけました。ね、親分、お願いがあるんですが。おせいは言おうか言うまいかといった調子でしばらくためらいましたが、本当に止まっていただけませんかしら。ひらりと飛びつくと、平次の肩へ。 平次はこの美しい女郎雲を引き離すのに、いい加減骨を折らされてしまいました。随分情け知らずの親分ね。こんなに女へ恥をかかせていいものでしょうか。お世さん、冗談を言っちゃいけない。おめえさんはあが大嫌いじゃなかったかね。あら、誰がそんなことを申しましたまあいい。それじゃあ用心するがいいぜ。 平次はようやく上がりが町から滑り落ちると、さっと格子の外へ飛び出してしまいました。あれ、親分、待ってください。赤い炎のような女は、路地の前まで追っかけてきました。弱ったなあ、お生さん。いえ、もう決して無理は申しません。その代わりに、一生のお願い。 私を横網まで送っては下さいませんか女は平時の袖にすがりついて息を弾ませます。横網へ行ってどうするんだ女一人で、どう我慢しても、このうちでは一晩とは過ごされません。横網の差し物しで藤次郎というのは私の知り合いですから、あそこまで送っては下さいませんかそれくらいのことならできるだろう。まあ、ありがたい。 それじゃあ、ちょいと待ってくださいまし。日の用心をして、閉じまりをしてきますから。おせいは引き返しましたが、まもなく出てくると、平時と肩を並べて、隙のない町を、横編みの方へ、妙にそわそわしながらたどりました。ここでございますよ、親分。とある格子。 深々と締め切った前に立って、おいは平時の耳に囁ささきました。それじゃあ、俺は経ろ。すみませんが、親分、ちょいと声をかけてくださいませんか。藤次郎親方とは長い間の知り合いですが、気まずいことがあって、近頃は行き来もいたしません。私がいきなり顔を出したんでは、また何とか嫌なことを申しましょう。 お願いでございます。藤次郎に嫌悪を言わせないように、ほんのしばらく、親分のお顔を拝借させていただけませんか。お生はそう言いながら、なよなよと平次の肩へ、折れた紫陽花のようにもたれかかるのでした。平次がうなずいたことは言うまでもありません。まもなくお生の叩く拳に連れて、 帽子は内から開いて、ぬっと出たのは、醜い男の顔と赤い手触でした。駆け寄って囁くお世に、何やら苦い顔を見せておりましたが、お世が身を避けて手触の火を平時の顔をいっぱいに浴びせると、男はぎょっとした様子で、物も言わずにお世を引き入れます。ありがとうございました。 おやぶんさん。おせいは孔子をくぎりながら、こちらを向いて、少し大げさに礼を言いました。その後ろに立った藤次郎は、妙にぎこちない表情で、じっと女の一挙一動を見つめております。五。あくる日。 おなさん、ガラッパチはとうとう来ませんね。どうなすったんでしょうよっぴて活動した平次は朝のうちにリスケのところを訪ねましたが、昨夜から待った工場種のガラッパチはとうとう姿を見せません。何かに引っかかっているんでしょう。しようのない奴だ。お手伝いなら、うちの若い者じゃどうでしょう 二三人ゴロゴロしていますが、結構すぎるぐらいですよ、お品さん。大の男のあまり端っこそうなのは帰って相手に用心させるから、足はガラッパチぐらいなトンマな顔をしたのが欲しいんだ。ま、お品さんなら女だけに相手も気を許すだろう。思い切って出かけてみる気はないかね。私でもお役に立つことなら何でも遠慮なしにおっしゃってください。 それはありがたい。お品さんは生まれつき目先が見えるから、男だったら立派な御用聞きだ。まあ。それでも大急ぎで支度をして、二人が立ち入れたのは朝の四つ過ぎ。言葉少なに平次が案内したのは海雲寺の境内。その日馬の国に富月を興行しようという、ものすごい場所でした。 徳川時代の富くじというものはどんなに盛んなものであったか。これは書いていると再現もないことですが、とにかく幾度も爆霊をもって禁止されながら、これが明治の初年まで続いて、あらゆる悲劇を生み、あらゆる害読を流したことは言うまでもありません。元禄。特に教法以後は、 いろいろ取り締まりの方法も講ぜられ、大剣士、小剣士などいう大名以上の監督者までついて、比較的公平なものになりましたが、それでも役人の目をかすめて、影富などいうものが行われました。まして、平時が盛んだった頃の富つきというものは随分怪しげなもので、谷中の観能寺、湯島天神、 メグロ不動村などで工業した、いわゆる天下の三富といった格式のあるのは別として、市中に催された富工業のうちには、随分い,いかがわしいものも多かったと言われております。元来は社寺の修繕新築の寄進などに行われたものですが、後にはすっかり社交機関のようになってしまって、多い時には、 江戸中に二十五カ所の富があったというくらいです。一番あたりは千両から少なくも百両二百両というのですから、その当時の相場にすると人心象を起こすわけで、江戸中の人間を夢中にさしたのも無理のないことです。その日海雲寺に集まったのは五六千人。 広い境内も身動きもならぬありさま。本堂正面には青竹のたくましい手すりを組んで、清掃の僧が十数人、朝から般若経をあげております。その頃はまだ大剣士、小剣士などいうことはありませんが、寺社奉行からは係の者が二人出張。町役人、寺の世話人、 檀家壮大などと、朝上下に意義を正していながれます。孔の煙、お経の合唱、盆晶の伴奏に、次第に時が経つと、庭いっぱいに集まった群衆は、真昼の暑さも忘れて虫のようにうごめきます。一つ当たれば、 五寸二部に一寸五部の鳥の子の富札が一千両になるのですから、これは緊張しない方がどうかしているでしょう。千両というと、小判が千枚。その頃の良質の小判は一枚四文目で、今の相場にすると六十円ぐらいに当たります。物の安かった頃ですから、その通用価値は、 十万円にも相当するでしょう。千両武言という言葉が、今のミリオネ屋と同じ意味に用いられた時代のことです。やがて小馬の国近くなると、本堂正面に据えた、縦二尺横三尺の白木の箱。数千枚の富札がいっぱいに入ったのへ、二重蓋をして大海老城を下ろし、 役人世話人立ち合いの上でガラガラガラと揺り動かし、中の札を丁寧にかき混ぜます。それが済むと、寺の小坊主、年の頃十二三ばかりのが、墨染めの腰衣をつけ、手に長江の霧を持って現れ、世話人の手で厳重に目隠しをされ、札箱の後ろへ立たされました。 その後ろには、自社奉行の剣士をはじめ、札番書き留役、札番読み上げ役などが控え、本堂の奥では引き続き度胸の声。金の根にはして、これが何とも言えない、悲壮陰惨なものだったそうです。やがて月役の雛草は、霧を上げて、二重蓋の真ん中にある穴に突き入れました。 第一番に突き上げたのは、当日の一番あたり千両の福群のある札ですから、霧は奈落の底から天井まで引き上げられるような心持ち。境内に満ち溢れた数千の群衆は、しわぶき一つするものもありません。一番札、鶴の一千二百三十四番。 読み上げ役がそれをたかだかと読み上げると、わあ境内はさながら大波の寄せたようなありさま。中には率倒するものも、踏み潰されるものもあるという騒ぎです。6。一番あたりの札を持った方はないか 鶴の1234番はないか境内の人がだいぶ散った頃まで名乗って出ないのはどうしたことでしょう千両のあたりは鶴の1234番だぞ呼ぶ声に応じて。あたしでございます。水のごとく冷静にまばらになった人垣を分けて、 書き留め役の前へ近づいたものがあります。なんだお前さんか。早く言えばいいのに。見ると、二十三子の水の滴りそうな女。あまり込み方がひどくて、前へ出られやしません。物驚きをする様子もありません。ところとお名前は、 ええっと、ご承知だろうが、三日以内に受け取ると、定めの寄付のほかに、一割の手数を申し受ける。お分かりだろうな。よく分かっております。が、お金はなるべく急いでお下げ渡しくださいまし。あたしのところは、石原の孫えもんだな。生と申して、御家でございます。よろしい。七百両だけ、明日。 遅くも妙後日はお渡しする。受け取りに来なさるがいい。書き留め役はこの女の落ち着き払った様子に舌を巻いて、少しあっけに取られた形です。お姓は一向こだわる風もなく、そのまま引き下がって、両袖や文字違いなどいう百両から五十両、 三十両の福運にありついた人たちの喜びを知り目に、静かに三門の外へ引き返しました。ちょいと、おせいさん。あら、お品さん。おめでとう。千両当たったんですってね。えおおいは妙にくすぐったいような顔をして足を急がせました。でも、お前さん。 1234番の札は盗まれたんじゃありませんい,いえ、盗まれたのは1235番だと言ったじゃありませんか。そう。お品はその上追求しませんでした。いや、追求したところで何の足しにもならないことをよく知っていたのです。1234番を当たりくじとすると、 一千二百三十五番は両袖で、百両の鼻くじがついているはずです。お生の言うことが本当だとすれば、昨日お生のところから富札を盗んだ者が、その鼻くじの百両が干したに名乗って出ていないとは限らないわけです。お品は引き返して書き留め役に聞くと、一千二百三十五番の鼻くじは、 売れ残って帰ってきましたよ。当たりはありません。何ということでしょう。お品は呆然として、しばらくは書き留め役の顔を眺めておりました。七。親分、これは一体どうしたわけでしょう 私には少し難しくなりましたが、頭のいいお品もすっかり兜を脱いで、間もなく帰ってきた平次に報告しました。それは面白い。お品さん、大手柄だ。その鼻口が当たりがなかったということを聞いてくれたんで、俺は何もかも分かったような気がする。 平時の話はあまりに予想外でしたが、その喜び勇む色に駆け引きがあろうとも思われません。親分、それは本当でしょうかお品の美しい目は少し臆病に瞬きます。あの富くじは大語りなんだよ。実は、今まで俺はそれを見張っていたんだが、どんな手品を使ったか。 どうしても分からなかったんだ。お品さん、おめえのおかげで分かったようなもんだ。お寺を一つ潰すのは気の毒だが、今までも幾十遍となくやってきたことだし、放っておくとこれからもやるだろう。何万という人を盲目にして、太い奴らだ。勘弁しておくわけにはいくめ。え千両の富くじが語り そんなことがあるでしょうか。お品はあまりのことに二の句が告げません。お品さん、行ってみよう。一時の遅れは千里の遅れだ。細工を隠す気のないうちに踏み込んでみよう。一気に飛び出す平次。お品ももう女だてらの遠慮などをしてはいられません。 二人が海雲寺に着いた時は、境内の人はすっかり散り、寺社奉行の剣士は帰りましたが、町役人や薬草や世話人はそのまま居残って後始末をしている最中でした。ごめんよ。あ、銭形の親分。世話人たちは何がなしぎょっとした様子です。すまねえが、 そのお富箱をちょっと見せてくれないかええ。その箱に、腑に落ちないことがあるんだ。ちょいと見せてもらおうか。平次は気が立っていたせいもあるでしょう。つい日頃にもなくいたけだかになりました。親分。いやさ、平治親分。なんだい世話人の一人。 原庭の顔役で、相模屋の綱吉といういい男。本堂の青竹の手すりから見下ろすように平時に突っかかってきました。朝上市もはきておりますが、玄骨を懐へねじ込んで、いざといえば、これをパッと脱ぎそうな形になります。富は自社奉行がお係かりだ。町方の岡っ引きが、 何の因縁があってそんな大きな口を聞くんだケーレケーな何だと出直してこいって,ってんだよ銭形が何で間抜けな面じゃねえか。恐ろしい毒舌を浴びて、平次もさっと顔色を変えましたが、一言半句も返しようがありません。よし、けーってやるが。 自社奉行の剣士の方が、まだ遠くは行くめ。そのあたりからお連れ申してくるが、それまでその富箱へ手をかけちゃならねえぞ。お品さん、しばらく見張っていてもらおう。平次は言い捨ててさっと帰ろうとすると。あ、待っておくんなさい、銭形の親分。相模屋が少し酔っているから、とんだ粗相をしました。どうぞ機嫌を直して。 何事も大目に見てやってください。と、もう一人の世話人、旅裸足のまま飛び降りると、平時の袖へ、ぞろりと一包みの小判を握らせます。何を言いやがるこんなことをする以上は、いよいよ臭いに決まったようなもんだ。お品さん、後を頼むぞ。平時は袖の小判を取って本堂に叩きつけると、 後をも見ずに、両国橋の方へ。二人の剣士は、富くじに不信があるという町方御用聞きの申し立てに、しぶしぶながら海雲寺まで引き返しました。海雲寺の本堂は、上を下への騒ぎ。何べんか富の箱を片付けようとしましたが、その度ごとに、 お品とリスケの古文に妨げられてそれもならず、何がなしに上ずった騒ぎの中に時を過ごしてしまったのです。鶴の一千二百三十四番が一番札に当たるということは、前々からわかっていたのに違いありません。何万人の目を盗んで、太い奴らでございます。後のため、世上への示し。 箱の仕掛けをよくご覧下さいまし。そう言って平時、今度は二人の剣士と一緒に本堂に押し上がりました。とっさの間に気のついたのは、二重蓋の下に完全寄りで鶴の1234番の札を平らに釣り、それを切りで突き下げる方法ですが、見たところ、箱の蓋には完全寄りを仕掛けた後もなく、 真新しい札にも何の異常もありません。どうした何か不審な点が見つかったかと剣士、検視。へえ。平治は気が気じゃありませんでした。次に考えられることは、霧に磁石を仕掛け、当たり札にてっぺんをつけておくことですが、 これもその札が深く隠れている時は無効で、その上見たところ長江の霧にはどんな仕掛けもありません。平次はすっかり弱ってしまいました。出なければ読み上げ役が手品を使ったか。いや、そんなことはとても考えられません。役人や群衆の何万の目が見張っている中で、 そんな器用なことができるはずはないのです。平次、いい加減にせせっかく売り込んだお前の箔が剥げるぞ。相模や綱吉が後ろで意地の悪い目を走らせると、平次は煮えくり返るような思いです。もしこのまま引き下がるようなことになったら、わざわざ引き返させた剣士の手前、 自分は腹でも切らなければ収まりません。この箱を一日足に貸してはいただけませんかとうとう弱音を吐いた平次。馬鹿なことをうぜ少しじりじりしているらしい剣士に、たった一言でとどめを刺されてしまいました。 平次は黙って目をつぶりました。必死の目先にちらりと映るのは、お品の顔、お生の顔、お虎の死に顔、それからあの藤次郎とかいう差物師の醜い顔です。何心なく目を開くと、本堂の隅、物の陰に、その醜い顔がいるではありませんか。 あいつは差し物師だ。いや、あの差し物師が仲間だったのだ。平次は活然としました。二重蓋の中を見ると容易に見分けはつきませんが、中の札の木目に何やら異常があるようです。そのあたりにある富くじを一枚拾って当てると、その変わった木目の部分にちょうどぴたりとはまります。 これだ。平治の頭には、電光のような霊感が湧きました。箱の外壁をぐるりとなで回すと、ところどころに打ったいかめしい秒の一つが、どうやら心持ち動くではありませんか。それをぐいと引くと、二重蓋の一部の木目、一寸五部に幅二部ばかりの穴が開いて、 ちょうど富札を一枚そっくり飲むのです。念のために札を押し入れて病を戻すと、札はスルリと飛び出して、ちょうど穴いっぱいに塞ぐ形になるのでした。世話人が病を動かしてこれだけの細工をした上から長江の霧でついたところで、どうして立ち会いの役人や境内の群衆にわかるでしょう 野郎、くたばってしまえ見破られたと知って一刀を引き抜いて切ってかかった綱吉は、うん、平時の放った富札に、脆くも額を割られて尻餅をつきました。御用、神妙にせいリスケの古文はお品の指図を待つまでもなく、疾風のごとく本堂に乱入します。 まもなく、綱吉も薬草も藤次郎も一網打尽。剣士の役人のために、珠ズ繋ぎにされてしまいました。親分、ありがとうございました。おかげでイカ様とみを見表していただいて、どんなに人助けになったかわかりません。お品はことが終わってから、 つくづく光平寺に言いました。星名さん、半分はおめえさんの手柄だよ。冗談でしょ、親分。それより、どうして藤次郎に目をつけなすったんです工学のためにそれを教えてください。何でもないよ。箱は名人の差し物しでなければできないし、おせえが藤次郎の家へ行ったことから思いついたんだ。 最初から言えば、綱吉は薬草とグルになって、何か弱い尻のある藤次郎にカラクリの箱をこしらいさして、長い間イカ様富を興行していたんだ。藤次郎は尺に触ってたまらないが、自分にも弱いところがあるので、あからさまにはゆすることもできず、檻を狙っていると、ちょうど綱吉が妾のおせいに千両の富の札を預けたことを知り、それを盗んで鼻を明かそうとしたんだよ。 もっとも、そのためには下女のお虎を手なずけてかかったが、お虎がうるさいことを言うもんで、二度目に行ったとき、手前者の元能で、一うちにやっつけてしまったんだ。お姓はそれを知っていたでしょうか知っているとも。だから俺を出しに使って藤次郎の家へ押しかけ、藤次郎を脅かして、富の札を巻き上げたんだ。いや、恐ろしい女だな。 そして明くる日、のこのこ千両受け取りに出かけたんだから一通りじゃない。もっともあの女は、七人花嫁をさらった単調のおつるの妹だということだ。それくらいのことはするだろうよ。欲しいことに逃がしてしまったが、いずれは御用になる女には違いない。この間中から江戸中の何万の人が騙されているのを知らないか、 平治の馬鹿野郎という手紙をお礼くれたのは、他ならぬおせいさ。<laughs> 平治は子供投げにそう言っております。海雲寺の薬草、綱吉をはじめ世話人一同、藤次郎、それぞれ処刑され、それから江戸の富口の取り締まりはやかましくなりましたが、 お生はそれっきり姿を隠してしまいました。この女のしたたかさは、最初千両当たるに決まった札を紛失して慌てたのを、お虎が殺されるとたちまち用心深く冷静になり、富くじの番号を変えて誤魔化したり、取られもせぬ金を取られたと言って、平時の注意を他へ反らせようとしたことでもよくわかります。 お姓がこの次に顔を出すときは、平時もまた一骨折らせられるときでしょう。それはいつのことかわかりません。